男子テニスの台北 OEC オープン、台湾、台北、室内ハード、a t p チャレンジャー、は24日、シングルス2回戦が行われ、第2シードのダニエル太郎が世界ランク281位の B、ペール、フランス、262、6対4のストレートで快勝し、ベスト8進出を果たした。31歳で世界ランク89位のダニエルは、 本大会の1回戦で世界ランク498位の a i へに、アメリカを下し2回戦に駒を進めた。元世界ランク18位のペールとの顔合わせとなった2回戦の第1セット。ダニエルはファーストサービス時に82%の確率でポイントを獲得し相手にブレークポイントを一度も与えず、リターンゲームでは2度のブレークを奪い先行する。続く第2セット。 ダニエルは第3ゲームでブレークポイントを握ると、最後はラリー戦で相手のミスを誘い先にブレークを果たす。その後、ダニエルは相手にブレークを許さずキープを続け、ストレート勝ちで8強入りを決めた。勝利したダニエルは準々決勝で第5シードのオンコールマン、香港、と予選勝者で世界ランク1404位のリー・クアン・イー、台湾、のどちらかと対戦する。